こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。はい、では今日はですね、モテオくん、ね、モテたい男性必見、モテオくんとヒモテくんの決定的な違いというお話をさせていただきたいと思います。で、これは本当にこうマインドセットとして、こう心の在り方として持っていっていただきたいなって思うんですけれども、もうそもそもそういうスタンスでいればモテるし、そういうスタンスじゃなかったらモテないっていうね、ところになってきます。じゃあ一体何かというと、モテオくんっていうのは2つあります。まずあっさりしていて、そして感じよいっていうところですね。あっさりしていて感じがいいってことです。これは何かというと、別れ際に一番出てくるんですけれども、例えばあなたが、すごいいいなって思ってた女性と、お食事を何度かしました。だけど女性ね、あなたは好きになって、だけど女性はちょっとごめんなさいってなってしまった時に、あっさり、あ、ごめんなさいって言われた時にありがとうって言って、今まですごくあなたと時間を過ごせてすっごい楽しかった、本当にありがとう、あっさりバイバイって感じよくする、このスタンスでいるっていうことですね。例えばあなたがうまくいかなかった時に、モテない男性っていうのはすごく人のせいに、こんなにお金もかけて時間も使ったのに何なんだよって言ったりとか、捨てセリフを吐いたりとか、変に執着したりとか、その執着だったりこう粘着質なところがあると、女性っていうのはわー怖い、気持ち悪いって思うわけですよね。でもちろんあなたが割いた時間だったりお金だったりというのももちろん大事なんだけれども、じゃあその時間がつまんなかったわけではないと思うんですよ。こう心の在り方として、その女性は自分といる間すごくいい時間を過ごせたとか、自分に恋心を抱かせてくれた人だとか、楽しい時間を一緒に過ごせてくれた人だとか、そういう風な、マインド、のマインドセット、心の在り方がある人っていうのは、次また新しい女性に会った時にものすごくそのこう心って伝わってしまうので、見えなくてもものすごくいいイメージを与えることができるんですね。で、終わり良ければ全て良しっていうように、終わり方が大事なんですよ。もし終わった時に、次行く時にその終わった時の感情を引きずりながら人間って次に行くんですよね。で、もし最悪だって思いながら引きずってたら、最悪な思いのまま新しい女性に会ってもそういう状態で会ってるから、女性もそれがなんとなく伝わって、なんかこの人一緒にいてもつまんないなと思って嫌だなって思うわけですよ。で、また嫌な最悪って思ったら、また次の女性と会っても最悪な状態で出会ってるので、最悪から最高ってほぼほぼね、最悪な状態で出会った時に、あ、最悪で最高とか思われることないので、なので、最悪で終わらせるんじゃなくて、最高で終わらせておく、ね、もちろんうまくいかないのは悲しいけれども、でもそこでの学びって絶対あるはずなんですよね。うまくいかないことは失敗ではなくて経験であって、絶対その中でもすごくいいこと、いい思い出だったりとか、そういうのってあると思いますので、良かったことにフォーカスへの視点を向けて、その良かったことを引きずっていく、良かったことを引きずって次の女性に会った時に、まあ、すごい素敵だなって思ってもらいます。それがモテるかモテないかの本当に大きな差になってきます。テクニックとかじゃないんですよ。テクニックいくら使えたとしても、顔の表情がおかしかね、怖かったりとか、なんかこう笑わなかったりとか、意地悪っぽい話し方だったりとかしたら、どんなテクニック使ったってうまくいかないですよね。で、やっぱり気持ちがこういい気持ちで終わってないと、次に女性に出会う時に優しくって人ってできないと思うんですよ。なので終わりを本当に良くしてください。終わりが良かった。で、今例えば悪い終わり方で終わっちゃってるなって思うのであれば、その思い出をいい思い出に変えてから、視点を変えてから、良かったことって何かなって変えてから、次の女性に会うと素敵な女性を引き寄せることができると思いますので、ぜひ、こうポジティブにね、見る視点っていうのを持っていくようにしていってください。はい、ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、明日はですね、はい、悪用禁止、1分でモテ始める、寝る前にできる超簡単モテテクニックという話をさせていただきますので、楽しみにしていてください。
はい、ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンのお友達を募集してます。ゲリラライブもやってますので、ぜひぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、メッセンジャー、オンラインサロン、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。